はい、それでは人工知能概論の第6回目の講義を始めます。今回は前回に引き続き、教科学習について学びます。ここまでが前回の課題の解答例でした。ここからは本日の講義の内容に入っていきたいと思います。本日の講義の目次はこのようになっています。まず最初に、教車理学習と教科学習の復習を簡単にしたいと思います。機械学習には大きく分けて、教師あり学習、教師なし学習、および教科学習の3つの種類があります。まず、教師あり学習は、入力と出力のペアのデータに基づき、入力を出力に変換する関数を学習する問題となっています。この出力データのことを教師データと呼び、人間があらかじめ入力と出力のペアのデータを準備します。応用例としましては、顔認識、物体検出、手書き文字分類、株価予測、降水量予測などがあります。次に、教師なし学習ですが、教師なし学習の名前の通り、教師に対応する出力データを準備できない場合の問題に対応しています。つまり、入力のみのデータに基づき、パターンや構造などの入力の特性を学習する問題です。応用例としましては、クラスタリングや次元圧縮などのデータの可視化があります。次に、教科学習ですが、教科学習も教師なし学習と同様に、出力データを準備することができない問題設定になっていまして、その代わり、出力に対する評価である報酬データが獲得できるという問題設定において、入力と報酬のデータに基づき、入力を出力に変換する関数を学習する問題となっています。応用例としましては、ロボット制御、ウェブ広告の選択、マーケティングなどがあります。このように、準備可能なデータとユーザーの目的に合わせて適切な機械学習を選択する必要があります。前回、この教科学習の応用例としまして、ロボットの制御を紹介しました。ボールインアカップという、けん玉の動作をロボットにさせるために、教師あり学習と教科学習を用いた例を紹介しました。ロボット制御に教師あり学習を用いるためには、例えばこのように、人間がロボットを手で支えて動かすことにより、状態と行動のペアのデータを収集します。はい、さて、このように人がロボットを支えて動かすことにより、学習データを収集するのは、十分な教師データを収集するのが困難であるという問題があります。教師データの数というのは、最低でも学習パラメータの数十倍は必要と言われてますので、先ほどの人がロボットを支えて動かすという操作を数十回か数百回繰り返さなければなりません。また、このように教師データを用意するのは人なので、時間および人件費がかかるという問題があります。次に、教師データが不正確な場合があります。人間とロボットでは骨格、筋肉配置は異なるため、ロボットにとって最適なダイナミックな行動を教えるのが困難な場合があります。例えば、先ほど人間がロボットを支えている時点で、ロボットの各関節には適切なトルクを
記録することができない状態になってしまっています。次に人間の知識の限界ということですが、人間は必ずしも最適な方法を知っているとは限らないということです。従いまして、このような教師データを集める問題点から、教師学習では良くて人間の模倣ができる程度で、また、その教師学習というのはコンピューターにとって最適とは限らないということが言えます。さて、このような教師あり学習の教師データの問題点を改善するために、教科学習では教師データの代わりに報酬関数により得られる報酬値を用います。報酬関数はこのように R を用いて表されまして、状態 X と行動 Y に対する報酬値を返す関数です。報酬値は小文字の R で表されます。さて、この報酬関数を用いた教科学習の全体のフローについて簡単に説明したいと思います。まず訓練フェーズでは、センサーなどを用いて観測した状態 X を入力します。そして、このロボットは関数 F ハット X を用いてコード Y を選択します。コード Y としましては、モーターなどのアクチュエーターの制御値などが対応します。そしてこの状態 X にてコード Y を取ったというロボットの判断が正しかったのかどうかをフィードバックする報酬関数を用いて、報酬値を R をロボットにフィードバックします。基本的に正しい行動を選択している場合は、この報酬値っていうのは高い値、逆に間違った行動を選択している場合は低い値を返します。そして教科学習では、ロボットが用いる関数 F ハット X を、この報酬の和が最大化するように学習します。そして運用時には、今度新しい状態を入力するたびに、この関数 F ハット X を用いてコードを選択し、ロボットの制御を行います。ここまでが教師あり学習と教科学習の概要の復習でした。次に教科学習の定式化の準備をします。さて、このように教師データの代わりに報酬値を用いる教科学習というのは、動物の行動学習を参考に開発されてきました。心理学のある分野では、学習は行動や反応の変化として現れ、外部から観察できる現象として定義しています。この定義に基づきまして、様々な研究者が様々な環境下で動物を観察し、どのような学習が行われているのかを研究してきました。例えば、エドワード・ソーンダイクによる猫の問題箱実験では、猫をこのような箱の中に入れまして、猫を観察しました。その具体的な実験のプロセスとしましては、猫が様々な行動を試行錯誤的に取り、たまたま外に出られたとすると、また箱に戻すというのを繰り返すということです。この実験によって、ソーンダイクは試行錯誤の過程を経て、何度か外に出られるという行動を繰り返すと、
やがて同じ行動を選択する頻度が高くなるということを観察したとのことです。このことからソンダイクは試行錯誤の過程において行動後の外に出られたという満足、または外に出られないという不快の度合いに応じて猫の行動の出現頻度が学習の過程を経て変化している、つまり試行錯誤学習が行われていると結論付けています。また他の実験としましては、スキナーの箱実験というのがあります。スキナーはレバーを押すと箱が出る仕組みになっている、この右の図のような箱にラットを入れまして、ラットの動きを観察しました。そうするとラットも様々な行動を試行錯誤的に取り、たまたまレバーを押すという行動を取った場合、餌を獲得できるわけなんですが、それを何度か繰り返すと、レバーを押す頻度が高くなったということです。まあ、これにより、スキナーは、餌という報酬に応じて、行動の自発頻度が変化していく、報酬学習が行われているんだというふうに、結論付けました。はい。ここまで紹介しました動物の行動学習のうち、まず最初に試行錯誤学習をコンピューター上で動作する強化学習にて実現するために確率を導入します。まあ、確率は皆さん中学校の頃から学んでいるので特に問題はないと思いますが、念のため簡単に復習しますと、例えばサイコロを振るという試行の確率分布関数はこのようになります。ここで大文字の X はサイコロの目の確率変数、小文字の X は事象に対応しています。サイコロの場合、事象は例えば2の目が出るなどが対応します。またこの小文字の X は直接数字が入る場合もあります。その場合は実現値と呼ばれます。例えばサイコロの場合は2の目が出る事象に対する実現値としましては、数字の2がこの X に入ります。次に、この確率分布関数に従ってデータをサンプルするための記号を紹介したいと思います。このように、右に確率分布関数 PX を置き、そこに対してこのニョロの下に IID という記号をつけて表します。この小文字の X は右側の確率分布関数に独立同一に従ってサンプルされたデータ点であるということをここでは表しています。この IID というのはインデペンデント&アイデンティカリ・ディストリビューテッドという英語の略になっていまして、独立に同一に分布に従ってデータをサンプルするという意味になります。最後に条件付き確率ですが、条件付き確率は例えばこのように表します。これは事象 X を観測したもとでの確率変数 y の確率を表す確率分布関数となっています。それでは本日最初の演習問題に行きたいと思います。まず最初に各自のノートの一番上にこれらの情報を必ず書いてください。そしてその下にこの演習問題1を解いてください。まず問1では、試行錯誤的に行動を選択するために状態 X を行動 Y に変換する関数 f(x) を拡張してください。次に問2では、ロボットが
下の図のように右に移動、左に移動という2つの行動を試行錯誤的に選択するために、問1で拡張した関数 f(x) の例を書いてください。強化学習を定式化するためにマルコフ決定仮定と呼ばれる確率仮定を導入します。まずマルコフ決定性ですが、次の状態 x' は現在の状態 x と行動 y にのみ依存し、確率的に決定される仮定となっています。つまり次の状態 x' は状態遷移確率 pt に従って独立同一に決定されます。この状態遷移確率分布関数というのは、ある時刻 t における状態が x、 行動が y の時に次の状態 xt プラス1の条件付き確率となっています。先ほど導入しました方策関数 π による行動選択と、この状態遷移確率分布関数による pt による状態遷移を交互に繰り返す確率仮定のことをマルコフ決定仮定と言います。それではもう少しこのマルコフ決定仮定によるデータの生成の過程を見ていきたいと思います。まず最初に初期状態 x0、 時刻0における状態 x0 がこの小文字の x1 に設定されていたとします。この初期状態にて方策関数 π に従って次の行動 y を選択します。 y0 は例えばランダムに y3 が選択されたとします。ここで状態と行動のペアのデータが獲得できましたので、報酬関数の R を計算することができまして、報酬値 R0 を獲得することができます。そして次に状態遷移確率 PT に従って次の状態 X1 を選択します。次の状態 X1 がランダムに小文字のこの X2 として選択されたとします。そしてまたその新しい状態 X2 にて方策関数に従ってコードを選択し、そしてそのコードと状態のペアに基づいて報酬値を報酬関数を用いて計算しというのを次々と交互に繰り返していくことにより、状態とコードおよび報酬値の系列のデータを観測することができます。それではマルコフ決定仮定の例としまして、最も単純な問題である2状態2行動のチェーンウォークを見ていきたいと思います。この問題ではまず状態は A と B という2つしかありません。そしてそれぞれこのような箱に対応しています。つまり状態 A は左の箱、状態 B は右の箱となっています。そして行動は右に移動する、つまり赤色の矢印に対応する行動 R と、左に移動するつまり青い矢印に対応している行動 L の2つのみとなっています。そして状態遷移確率 PT はここでは単純化のために決定的なものとします。つまり状態 A で左に行くという行動を取ったときに、左の先に
状態はないため、状態 A に確率1でとどまります。つまり、状態 A で左という行動をとると、状態 A に遷移します。確率1で。で、また、状態 A で今度は右という行動をとった場合は、状態 A にはとどまらず、右側の状態 B に確率1で遷移します。状態 B でも同様に左という行動を取ったら状態 A に確率1で遷移し、右という行動を取ったら状態 B に確率1でとどまります。このような単純な決定的な状態遷移確率 PT を考えます。そして方策関数 π は、例えばこのように状態 A、行動 B で確率 0.5 ずつで左右を選択するような場合を考えます。はい、それではこの2状態に2行動のチェーンウォークを用いた演習問題に移りたいと思います。この演習問題2では、先ほど導入しました2状態2行動及び決定的な状態遷移確率の問題設定にて、状態 B にて行動として右を選択した場合に報酬関数は1を出力し、それ以外は0を出力すると、します。このような設定のもと、以下の決定的な方策関数 π1、π3、π4 に従い、それぞれの状態 A、B からスタートし、3回行動選択を繰り返したときに得られる状態行動報酬の系列 D を書いてください。例えば方策 π2 の場合は、このようになります。つまり方策 π2 というのは、状態 A および B で確率1で左という行動を選択するという方策関数です。従いまして、状態 A から始まった場合、左の行動を取り続けて状態 A にとどまり続けますので、系列はこのようになります。つまり、状態 A で行動左を選択して報酬は0というのを3回繰り返しています。一方、状態 B から始まった場合は、状態 B から左にの行動を選択し状態 A に移動。そして状態 A では、でも左の行動を取り続けるため、状態 A にとどまり続けるというような、系列となります。この方策 π2 を参考に、方策 π1、π3、π4 の場合の獲得できる系列を書いてください。次に強化学習の定式化を行い、急学習という方法を紹介します。その前に期待値について復習し、エピソードの確率について確認したいと思います。ある確率変数 x の期待値はこのように記号 e を用いて表されます。そしてこの記号 e の下には確率変数 x が従う分布関数を書いています。さてこの確率変数 x の期待値はこのように確率変数の x が離散型の場合は和の記号を用いて定義されます。ここで和の記号の中身は実現値 xj とその実現値の確率値を掛け合わせたものになっています。つまり期待値というのはすべての実現値に確率
をかけて足したもの、まあ、つまり重み付き平均に対応しています。次にエピソードの確率について確認したいと思います。先ほど導入しましたマルコフ決定仮定に従い、初期の状態 X0 から方策関数に従い行動を選択し、そして状態遷移確率に従い次の状態に遷移するというのを繰り返していくと、状態と行動および報酬の系列を獲得します。その系列のことをエピソードと言います。例えばエピソード D1 がこのような各ステップで状態と行動そして報酬値を観測したものだとします。そうするとこのエピソード D1 の発生確率 PD の D=D1 はこのように方策関数×状態遷移確率を交互にかけていったものに対応しています。はい、それでは強化学習の定式を行います。先ほど導入しましたマルコフ決定仮定に従うと、このように複数のエピソードデータを収集することができます。そして各エピソードデータの各ステップにはこのように報酬値が格納されています。強化学習は動物の報酬学習を参考にこの各エピソードで得られた報酬値の和を考えます。報酬値の和はこのように式で表すことができます。この和の記号シグマは各ステップで得られた報酬値である RXTYT を小文字の t が0の時から大文字の t のエピソードの最大のステップ数まで繰り返して足したものに対応しています。そして強化学習ではこのエピソードの報酬の和をエピソードに関して期待値を取った行動価値関数 qπxy という関数を考えます。この行動価値関数は q 関数と呼ばれていまして、強化学習ではこの q 関数を最大化する方策である π スターを求めることが目的となります。さて、価値関数を最大化するように方策関数を学習することが目的の強化学習はこれまでたくさん提案されてきました。この表にはそれらの方法をまとめています。まず強化学習の方法は価値関数を最大化する方法と方策関数を直接求める方法とに分けることができます。そしてさらに状態遷移確率関数が基地か未知かでも分けることができます。これまで紹介してきました囲碁や将棋の戦略獲得、税金の取り立ての戦略獲得およびロボット制御などの多くの問題はこの状態遷移確率が未知の問題となっています。従いまして今回の授業ではより実用的なこの赤枠で囲まれたところ、つまり価値関数を最大化する方法でかつ状態遷移確率を未知と仮定している方法を紹介します。この赤枠で囲まれた方法の中にはもう様々な方法がありますが、その中でも代表的な旧学習法について紹介したいと思います。旧学習法は将棋や囲碁などでも実績のある方式となっていまして、旧関数を最大化するためにエピソードデータを用いて反復的に旧関数を更新します。旧関数の更新のルールは次のようになっています。ここで XT、YT、
RT というのは、ある時刻 T における状態と行動及び報酬に対応しています。例えば、現在の時刻 T が0の場合は、このエピソードデータの1つ目のデータに対応します。また、XT プラス1というのは次の時刻における状態に対応していまして、先ほどのように時刻 t が0の場合は、この次の時刻の状態、つまり x1 に対応しています。また、α は学習率と呼ばれるもので、学習の速さを決めるためのパラメータとなっています。各エピソードデータの各ステップのデータを用いて、この Q 関数の更新を行っていくわけですが、基本的な考え方としましては、次のステップにおける最大の価値を持つ Q 関数の値を用いて、現在の Q 関数を更新していくというところがポイントになります。はい、それでは練習問題3に行きたいと思います。2状態2行動のチェーンウォーク問題にて、ロボットをマルコフ決定過程に従って動かしたところ、このようなエピソードデータが得られたとします。このエピソードデータは5つのステップからなるデータです。このエピソードデータと、先ほど紹介しました Q 関数の更新式を用いて、Q 関数の更新をしてください。ただし、ここでの Q 関数は、この右上の2行2列の表として表されているとします。ここでは、各行が状態に対応していて、各列が行動に対応しています。まず、問1では、エピソードデータ D を用いた更新式を4つ書きなさい。ただし、学習率は α は0.5としてください。次、問2では、Q テーブルの価値を更新してください。ただし、Q テーブルの価値は、の初期値は、この上の表のように0とします。次に、問3としまして、Q テーブルを用いて、各状態で最大の価値を持つ行動を選んでください。次に Python のコードを用いて Q 学習を実際に実行してみましょう。前回の演習問題5の回答例になりますが、今回はマンテイカータスクと呼ばれる制御問題を用いて Q 学習のデモンストレーションをしていきたいと思います。マンテンカータスクというのは、このように2つの山がある環境にて、この車の形をしたロボットを右の高い方の山の頂上に誘導することを目的としたタスクとなっています。状態としましては、車のこの横軸における位置と速度が観測できて、そして行動としましてはアクセルの強さを選択できます。ただし、アクセルの強さとしましては、3つしか選択することはできなくて、マイナス10の左向きのアクセル、0のアクセルを踏まない、プラス10の右向きのアクセルの3種類のアクセルの強さを調整することができます。そして、報酬関数としましては、ゴールに到達したときに0、それ以外はマイナス1とします。従いまして、車はこの谷の底からスタートするわけなのですが、常にゴールにたどり着くまでは罰が与えられているような状態となっています。そして、このマンテンカータスクの難しいところとしましては、車の馬力が足りないため、単純に右向きのアクセルを踏むだけではゴールにたどり着くことができないというところです。それでは、Google コラボレートリー上で、
動作する Python のプログラムを用いて旧学習を実行してみたいと思います。いつものように Gmail にログインした後、次の URL にアクセスしてください。そうするとこのような Google コラボレートリーのページが開きます。これは旧学習を実行する Python のプログラムコードとなっています。そしていつものようにプレイグラウンドを開くを押してください。次にパッケージのインストールを行います。前回と同様にパッケージのインストールのこの赤枠の三角のボタンをクリックして実行してください。必要なパッケージが数十秒ほどでインストールされます。また最初に実行した時はこのようなダイアログウィンドウが表示されます。このまま実行するをクリックして次に進んでください。パッケージのインストールが終了しましたら、次にパッケージのインストールの下にあるこの旧学習の赤枠の三角のボタンをクリックし、旧学習のプログラムを実行してください。旧学習のプログラムが始まると、下の方にこのような1000エピソードごとにエピソードの番号と報酬話が表示されます。例えばエピソード0番目では報酬話はマイナス199であるのに対し、エピソードが1000、2000、3000と増えるごとに報酬話が徐々に大きくなっていっているのがわかるかと思います。例えばエピソード1万目ではこのように報酬話はマイナス160まで増加しています。それでは最後に課題を出して本日の講義を終わりにしたいと思います。先ほど実行しました Google コラボレートリー上の旧学習の Python のプログラムが完了すると、このような報酬話のグラフと動画が表示されます。また各エピソードにて車のロボットが選択できる行動の回数は最大で200回とします。そして報酬関数は先ほども説明しましたが、この上に書かれていますようにゴールに到達した時に0、それ以外をマイナス1とします。また車がゴールに到達するとそのエピソードは終了することとします。これらの情報に基づいて以下の問いに答えてください。1つ目は1エピソード目。2、車がゴールに到達していないことがこのグラフから読み取れます。その理由について述べてください。問い2、2万エピソード目では車がゴールに到達することができていますが、そのおおよそのステップ数、つまり行動の回数を書いてください。次に3番目としまして、動画に基づき旧学習によりどのような方策が獲得されたのかを述べてください。次に課題にはもう少し一般的な内容となっています。まず1つ目は満点化タスクに適用可能な旧テーブルの構造を設計してください。ただし、車の位置と速度はそれぞれが離散化されているものとします。先ほどの2状態2コードのチェーンウォークでは、状態の種類は2つしかありませんでした。それに対して満点化タスクは、車の位置の種類と速度の種類の組み合わせによって
状態が決まります。つまり2状態2コードのチェーンウォークのような2つの状態ではなくて、状態の組み合わせの種類は大きいことに注意して Q テーブルの構造を設計してください。次、問い2は、このような Q 学習を囲碁や将棋に適用する場合、想定される原理的な課題について述べてください。次、3番目としまして、2の課題を解決するための Q 学習法の改良方法を考えて述べてください。演習と課題の提出方法について説明します。まず、演習レポートについてです。授業中に出題される演習問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上には、演習レポート、日時、視聴した場所、学籍番号、氏名を必ず書いてください。もし自宅でこの動画を視聴し、演習問題を解く場合はこのようにその場所がわかるように記載してください。また、大学の教室 A101 の机番号32番で視聴し、演習問題を解く場合はこのようにわかるように記載してください。ノート用紙1枚ずつをスマホなどで撮影し、授業の当日中に Moodle にて提出してください。次に課題レポートについてです。授業の最後に出題される課題問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上に課題レポート、出題日、学籍番号、氏名を書いてください。ノート用紙を1枚ずつスマホなどで撮影し、次回の授業開始前までに Moodle にて提出してください。